えー、ひろきさんこんばんは。いつも楽しく会見しております。ひろきさんは借金増税についてどう思われますかえー、また身内に借金増税がいる場合の対象がありますかできれば縁を切る以外の方法があればいいのですが、借金者のことを直してほしいです。返済するためにお金を借りにして最後にお荷にしねってことかと言ってきます。それな時の対象もできるば教えっていきたいです。よろしくお願い申し上げます。えっと、近地三者の登録をすればいいんじゃないですかね。 えっと、あの、公正証書を作っちゃうっていう形になるかもしれないですけど、分かった、じゃあお金を貸しますと。で、あの、じゃあ50万貸してくださいって言うんだったら、200万円を貸しますと。その代わり、近地産者の登録をしてくださいって言って、他の場所から一切お金を借りれないようにしてください。 いや、あの、禁止産者の登録をすると、あの、クレジットカードとかだったり、あの、金貸しからお金を借りることができなくなるんですよ。で、仮に借りた場合、返す義務がなくなるんですよ。いや、その、禁止産者にお金を貸した方が悪いよねってなるので、で、あの、多分頭の悪い人なので、50万借りに来たら、200万貸してくれる。え、マジでそれだったらサインするわっていうので、多分あの、交渉人の前でそういうあの、サインとかして禁止産者になっちゃうと思うんで、という感じでもう、金を借りれない状態にしてください。 で、その後多分めちゃめちゃ怒ったり怒鳴ったりすると思うんですけど、ほっといてください。はい、えー、禁止三者の登録をしたとして、例えば正規のルートではなく闇金業者に借りてくる相手でも通用するものでしょうかえっと、闇金業者に借りた場合は警察に通報してください。あの、要はあの、返す義務がないので。えっと、あの、金さん登録の話をすると、例えば子供って未成年って契約行為ができないんですよ。だ例えば小学6年生の子供が、なんか借金して200万円借金を負いましたってなった場合って、 その、金貸しが小学6年生に200万貸しました。で、返してくださいって言っても、その子供は200万円を払う義務がないし、親もその200万円を払う義務がないんですよ。要は、子供というのは契約行為ができませんっていうのが法律で決まってるんですよ。なので、あの、子供に契約させる場合って、必ず親の名前で契約書を作らされるんですよ。要はその子供は契約者にはなり得ないので。 っていうのがあって、金止産者の場合って、契約能力がないので、金資産者が、あの、金借ります金貸しますって書いて、い返しますって書いてた人も、無効になるんですよ。なので、あの、無効ですって言って、それでも文句言ってくるんだったら、警察に行けば、要はその、返す義務のないものを取り立てをしようとしてるっていうのは、強盗と一緒なので、警察に行くと、警察が何とかしてくれると思います。はい。あ、イヤホン逆だったすいません。